建築の七島書斎の著者による総画ベネツィアのドゥカーレ宮殿の中東。建築の七島はイギリスの美術評論家ジョン・ラスキンによって1849年に書かれた建築思想書である。ラスキンの建築に対する基本的な考え方を七つの章に分けて解説している。七つの明かりとは以下の通り。犠牲の明かりから建築は神に対する人間の愛と、 複従を目に見える形で示した捧げ物でなくては、ならない。真実の明かり素材も構造も誠実でなければ、ならない。力の明かりから神から与えられた力を行使し、自然の崇高さと同調するような大きさがなくてはならない。美の明かりから神が作られた完璧な美である自然に習った装飾をしなくては、ならない。生命の明かり人間の手で作られた命の建築で、 なければならない。記憶の明かり時代に評価され、歴史に刻まれるようなものでなくてはならない。服従の明かり国家や文化、信仰を体現するものでなくてはならない。ラスキンのこうした考え方は、ゴシックリバイバル建築を牽引したオーガスタス・ウェルビー、ノースモア・ピュージンらの考えに同調し発展させたもので、後にウィリアム・モリスやアーツクラフツ運動に大きな影響を与えた。 ありがとうございます。